今は、古代中国の伝説上の人物あるいは神。呂の父であり、四罪の一人に挙げられている。漢助律歴史によると、五世の祖は五帝の一人である、戦玉であり、五に、夏の帝となるがいる。四季夏本に、予本ではによれば、戦玉の子であるといい、父が帝であった者の,の定位につくことはできず、進化の身であったとされる。帝、京の知性において、 黄河の反乱がやまなかったため、行は誰かに治水をさせようと考えていた。この時皆が口を揃えて、孔にやらせるべきだと言ったが、行は孔を用いるべきでないと言って絞ったが、それでも、新家達が、孔より賢い者はいないと言ったので、行は孔に治水を任せた。しかし、9年やっても反乱は収まるどころか、さらに増してしまったので、行は孔に変えて、春を投与した。 この治水の失敗などが4、罪として数えられる起因となっている。天下の治水を任せられた春が前任者である紺の行った治水の様子を視察していたところ、紺は早まで死んでいた。人々は、春が紺を殺したのではないかと疑ったので、春は紺の意地であるに、紺の事業を引き継がせた。紺の死んだ経緯として、半彦では行が春へ天下を譲ることを決めた際に、 それに反対したために、早まで注されたと語られている。三階峡海内峡では、根が洪水を止める資材にしようと、帝から派遣された宿友によってと語られている。三階峡海内峡では、皇帝の孫にあたる白馬という神が根であると書いており、系譜にばらつきが見られるが、右の親であるという点では、共通している。また、式春本義には、 孔の子孫たちが東の方角に住む異民族である遠いたちになったと記されている。三海行対抗南行ではンカシら人たちの祖先であるとされており、孔の妻の死刑が炎、投を生み、その子がン頭であるとされる。ありがとうございます。